Google マップ。川口市役所、古戸市役所と表示へ。がネットで話題。内容はこちら。Google マップにて、川口市役所が古戸市役所と表示されてしまったようです。では、内容を見てみましょう。ロサリン。何これ？赤崎。川口市役所なのに古戸市役所になってんの？何これ、やばいだろ。闇将軍。古戸市役所本当に存在してるやん。カキコショップ。古戸市役所。これは？誰が説明する義務があるんだ？川口市役所か？それとも古戸教会か？肉まん。Google マップには寺院、礼拝所となってます。どういうこと？ツイストツイスト。本当だ。セラフィナイト。誰が修正やったか知りませんが。マーカーのある場所は川口市役所です。断じて古戸市役所ではありません。この悪意のある修正は侵略です。市役所前で行ったデモは本気で日本を乗っ取るつもりでやっている。クルド人庇護する団体はこの表示を知っていますか？田上勇。早速抗議の声が出てますね。不動系。川口市に修正される瞬間を見てしまった。数秒前は古戸市役所でしたが。古戸市役所にはドン引きですね。一体誰の仕業なのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。古戸市役所。なんだこれ。川口市役所は、古戸市役所になったの？ Google マップで古戸市役所って検索したら、本当に古戸市役所が出てきた。解説では礼拝所の扱いになってるけど、何かの誤訳？ Google 適当すぎやろ。古戸市役所は LINE 越えだろ。冗談で済まない嫌がらせって、頭終わってんな。分断を煽りかねないいたずらは、やめていただきたいと思います。いたずらなのか知らんがつまらんし、迷惑だからやめろ。皮肉を込めたいたずらやろ。このようないたずらはやめるべきですね。次はこちら。県知事も市長もクルド人ウェルカムだから、そのうちそうなりそうだからシャレにならないわ。おそらく実際にそうなるだろ。行政が何の対応もしないから、住民が逃げ出してる。川口市って月1000人単位で日本人が流出してるんだってな。事実陳列罪かな。そう言われたくなければ、まともな姿勢をやるしかないんだよ。クルド人、川口市は俺たちのもの。日本人は川口市から出ていけ。乗っ取る気満々だな。マジで外国人制限しろよ。クルド市役所にならないような姿勢を望むばかりです。次はこちら。日本人川口市民が難民になってて草。埼玉県クルド自治区かよ。実態を表している。いや実際クルド市だからね。仕方ないね。平和ボケのパヨクを市長にするとこうなる。川口の警察署は？川口警察署もクルド忖度警察署とかにされそうだな。次は警察署の名前をいじられそう。病院での暴動からはっきりと表面化したけど。埼玉県警は及び腰すぎるわ。確かに、次は埼玉県警の名前をいじられそうですね。最後はこちら。
日本国民の大半は移民を増やしてはならないと知ってるのに、無能政治家がガンガン入れるからクソ。もろもろお灸を据えなきゃあかん。4年前ならば考えられないほど治安が悪化してきている状態だよな。そろそろ川口市は自衛隊出動要請して、外国人の夜間検問を行った方がいいと思う。市民の自治活動は限界だろう。国や地方がちゃんとやらないなら、国民が立ち上がるしかないんじゃないか。川口を見捨てるようで悪いが、行くところまで行って全国に継承してほしい。選挙に無関心だと、このような最悪の事態を招いてしまういい例だと思います。結論。川口市では移民を受け入れすぎたことにより、外国人による犯罪が増加し、外国人ドライバーによる交通事故も多発。騒音問題、ゴミ問題、空き巣被害に女性への声かけなど治安が悪化。そして毎月1000人もの川口市民が他県へと引っ越す状況ですからね。 Google マップが示すように、川口市役所がいつ来るの市役所になってもおかしくないと思います。まあしかし、このような悪意あるいたずらは絶対にやってはいけません。でも、このいたずらをやった人間がどちら側なのか、その点は若干気になるところではありますね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。